少し上だよ。ずいぶんだるいのよ。ねえ、少し寒いわ。私風邪ひくわよ。あなたそれでいいの？ねえあなた。行くから。何だろう今頃。あの人も姉さんの感化で気まぐれだから。とにかくちょっと休もう。仕事？あら、いや、あっち行ってよ。あ、いや、そっち行きますから。ね、つこのやつね、今これなんですよ。そうか、そいつは悪いことしたな。どれどれ。入ってなきゃダメよ。嘘だよ嘘だよ。時にうちの高子来ませんでしたか。え、姉さん。あ、来ませんよ。おかしいな、どこ行ったのかな。どうしたんです。いや、何に、今朝プイと出たきり帰らないんですよ。いらっしゃい。いや、姉や、お茶持っていで。もういいですよ、すぐ帰りますから。お兄さん、また喧嘩なすったのね。いや、喧嘩ってほどのことでもないんだがね。やっぱり喧嘩だわ。一体どうなすったの。どうって、もう実につまらない些細なことなんだよ。あいつはあんたの姉さんにも似合わず、まるで分からずやで、すぐ膨れるんだから弱るよ。困ったわね。ねえ、いつこ。え、死でなきゃお母さんってことだよ。ええ、そうなのよ、きっと。とにかくね、朝ごはんが済んだ途端にさっさと出かけちゃったんだ。まあ、うまく自然をせいせられちゃってね。あ、で、今日病院の方は休んじゃったんですよ。いけないわ。私、ちょいと家行ってみてくるわ。うん、すぐ行っておいでよ。なに、わざわざ行くことはないですよ。女は迎えに行くとつけ上がるんで、後が怖いからって。そうでもないけど。お兄さんがここへ訪ねていらしたせいよ、姉に知らせる必要があるわ。うん、そうだ。落ち着いたような顔してるが、とても兄さん心配してるって。おいおい、つまらんこと言っちゃ困るよ。大丈夫よ、私心得てるから。ごゆっくり。あんまり心配なさらない方がいいわよ。心配はしないですけど。ねえ、あなた、うん、ボヤのミルクの時間に注意してやってね。ああ、いいよ。兄さんと喧嘩したんですって。そうかい、しょうがないね。まあ、お母さんとずいぶん平気ね。だってお前、そういつも驚いてたし、や母さん心臓が悪くなっちまいますもの。あの子の喧嘩はしょっちゅうなんだからね。まあ、そんななの。私ちっとも知らなかったわ。お前もお嫁に行ったらあんまり喧嘩しないでおくれね。人間は年取るほど長生きしたくなるもんだからね。お前これ着てみたじゃない。私なんだかお嫁に行くの怖くなったの。まあ何を言うんです。だって何もお前お嫁に行ったって喧嘩なんかしなくていいんですよ。高子姉さん、あれは特別なんだからね。そういえば姉さん、ちっともしょげてないし、なんだか小さい姉さんと面白そうに話してるわ。そういう子なんだよ、あの子は。母さんの心配なんかちっとも考えないで。もっとも考えてみりゃ
私とお父さんと一番よく喧嘩した時にできた子なんだからね。原因は一体何なの？つまらない些細なことなのよ。夫婦で同じようなこと言ってんのね。あら、うちでもそんなこと言ってた？まあいい気なもんだわ。だって喧嘩ってほどのことでもないんだもん。言うことがみんな同じだわ。リタムの夫婦ってよく言ったもんね。まあバカにしないでちょうだい。だってあんまりよく似てるんだもん。似てるかどうか知らないけど、私はあんなわからずどこりんぼじゃありませんよ。まあ失礼ね。何がおかしいの？だって兄さんも姉さんのことわからず屋のふくれ屋だって。まあ私のこと？もち実に弱ったって。まあいっちゃん、どっちがわからず屋だか、あんたオブザーバーになってよ。実はこうなのよ、私マチコの夢に自宅の見立てを頼まれてるでしょ。ええ。だからここのとこちょいちょい血を開けるでしょ。それがもう気に入らないの。それは兄さん初めから障子の上じゃないの？そうよ、自分が引き受けたんですもの。じゃあ兄さんちょっと買ってね。それに私だってデパートなんか行けば自分のもので欲しいと思うもんだってあるでしょ。それは女ですもの。まああんた男みたいに言うんじゃないわ。ごめんごめん。でね、私がそれを買って帰るでしょ。とてもご機嫌が悪いの。お前誰のためにデパート行ったんだ。こうなの。いいそうなことだわ。そしてさ、僕は何も買っちゃいけないというんじゃないよ。買ったっていいけれど、それは別の日に自分のものを買いに行くときに買いなさいって、こういうの。一応理屈ね。だけど考えてちょうだ。ええ。買っていいもんなら、行ったついでに買った方がなおいいわけじゃない？何も嫌な顔されることないと思うわ。さあ。あんたそう思わない？思わないわ。あら、どうして？相手は男よ。男ってみんなそんなものよ。そして自分の都合の悪い時にはきっと長々と理屈を言うもんなんだわ。それで買ったっていいけどなんて言ってるけど、本当のお腹の底は買わせたくないのよ。まああんたひねくれた考え方するのね。それでちょうどいいのよ。うちなんか私が見立てに行けばきっと欲しがるから断然引き受けるなって前もって警告よ。そう？男って名簿なくせに臆病なものなのよ。だから私なんか逆手を使うことにしているのよ。逆手って？私うちにいて盛んに羨ましがるのよ。今頃姉さんはきっといい着物を見つけて買ってらっしゃるって、まあ、するとお前だって買えばいいじゃないかって。そら、この間の飯ね、その手なのよ。負けたわ。あんたのようなちゃっかりした人初めて。私も帰ろう。そう、それがいいわ。お兄さんとっても心配そうだったから。そう？うまいこと言って。それも逆手でしょ。あら、お姉さんが一番よく知ってることを誰が嘘言うもんですか。まあ母さん、私もおいとましますわ。まあもう帰るの？ええ。じゃあうちよろしくね。おかげさまでマチコの支度もすっかりできましたから、いずれお礼に伺いますってね。うん。ちょっとしたことでうちを開けたりしちゃいけませんよ。ええ。じゃあお父さんによろしくね。さよなら。さよなら。もう帰るの？ええ。あ、うちあんたは？あ、私ちょいと母さんに用事があるのよ。あ、そう？ねえ、高子や、あの、マチコの頭も一品言っておきたいんだけどね、どこがいいだろう。そうね、日本髪なら、私の言ってる美人なんていいんじゃないかしら。ああ、そうだね。あ、母さんに贈り物を買うついでがあるから、一緒に行ってあげてもいいわ。あら、なんだよ、私に贈り物なんて。可愛くてのホルモンいいよ。あら、そんなものがあるの？母さん知らないの？クラブ乳液よ。母さんも少し若返った方がいいわ。冗談じゃないよ、本当に。でも、お姉さんに連れてって大丈夫もいいけど、帰りが嫌だわ。なんですね、この人は。しっかりなさいよ。
何が恥ずかしいもんですか。本当だよ。そんなことでお嫁に行けて。さあ、早く支度をしなさい。いや、早くおし。何もありゃしませんよ。早くお部屋いらっしゃい。お土産はがっちりしてるわね。今日は姉さんたちお土産など持ってきませんよ。ケチなの。おぺぴーやらぴーやらあったり。ファンちゃん、なに、どこ行くの。遊びに行くんだよ。ダメ、少しは口をなさい。いや、また言うこと聞かないの。だってよく学べ、よく遊べって言うだろ。僕今まで学校でよく学んできたから、これからよく遊ぶんじゃないか。まあ、どんなもんだい。じゃあ勝手に押し、お父さんに言いつけますから。嫌になっちゃうな。お父さん怖いのかしら。お父さんこの頃叱る。叱りませんよ。お父さんとは性が合わないのかもしれないね。親子で性が合わないなんてことがあるものですから。お待ちどうさま。あ、行きましょう。あ、ナミや。はい。あの、マチコの新しい色に出してやってくれないか。行ってまいります。行ってまいります。お願いします。あ、ちょっと。え、お前のとこじゃまだできないの。なに、赤ちゃんだよ。子供がないから行けないんだよ。いつ子をごらんな。ね、そうでしょ。じゃあ気をつけてね。いってらっしゃいます。いってらっしゃいます。いつもすまないね。あたしに用ってなんだい。あのね、また少し。今月もまた足りないの。例のごたごたで展覧会の方も伸び伸びになってるでしょ。先月もそんなこと言ったじゃないか。だって本当なんですもの。いや、誰も嘘だなんて言いやしないけどもね。まあいいさ。お父様も2、3日にまたきっといつ子が来るとおっしゃってたくらいだからね。まあお父さんが話せるわ。しょうのない子だね。今月はうちでもね、マチコのことでほら、いろいろいるだろ。だからね、これだけだよ。どうもすみません。お前のうちはね、まあ、仕事が仕事だからしょうがないけど、少し派手すぎるんだよ。ええ、はい、私たちを安心させてくれるようにならなきゃ困りますよ。ええ、まとまし入りまし買ったのかい。そんなもの一つあらよさそうなもんだね。白物はないに、まったく不思議な心理ですな。あの気持ちが高じると、つまり万引きなんてことになるんだね。困るですな。金があってもその時の健康状態でフラフラっとやるやつがあるから油断がならんよ。それですよ問題は。僕なんかうちのやつがデパートへ出かけた後で大丈夫かなと漠然と心配になってくることがあるんですな。あるね。それ
や世間にもこの脅迫関連に脅かされとる亭主は随分あるよ。お互いに憂鬱ですな。ああ。いや、さあどうぞ。どうぞ、兄さん。さあ。ぐったってないよ。いくら考え込んでも仕方がない。どうです。一つ久しぶりに元気を出して二人でどっか保養に行かんですか。保養？いつこさんが怖い？まさか。じゃあ行こう。僕がとても面白いところへ案内する。じゃあ行きましょう。そうそう、親父ばかり飲んでて坊やにおっぱいやるの忘れてました。すぐ来ますから。お兄さん、もうお帰り？お家へお帰り？うん、いや。お姉さん、やっぱり里へ来てらしたわ。あ、そう。お兄さんが心配して探してらっしゃるって言ったらびっくりしてすぐ帰ってきたわ。本当ですか？ええ。あら、あなたも出かけ？うん、新総会の展覧会にちょっと。この間もいらしたじゃありませんか。いや、兄さんがね、見たいって言うから案内方々。ねえ、お兄さん、お家お帰りにならなくてもいいの？あ、展覧会見たらすぐ帰るよ。そう、展覧会？私もちょっと行ってみようかしら。え？ねえ、一緒に連れて行ってくださらない？お前も行くのか？ええ、お差し支えがなければ。別に差し支えなんかないけど。じゃあいいじゃありませんか。あ、車で行きましょうよ、ね、私できるの前からね。ねえ、早くいらっしゃいよ。あ、そうだ。大変なことを忘れとった。あら、どうなったの？いや、実はね、今日往診に回らなければならないうちがあったんだよ。まあ、そう。せっかくだけど、僕はここで失敬するよ。それは残念だね。じゃあ、あの車でいらしたら。ねえ。うん、あ、そうしよう。よし。もう住んでますから。これでよしと。え？どこ行くつもりだったの？展覧会じゃないか。展覧会より天ぷら食べに行かな。そんなお金ないよ。あれ？今日は私がおごるわ。
心配なさいますよ。嘘言ってない。本当にご心配なさいますよ。いいわ。お父さんご飯済んだ？お父さんまだお帰りにならないわ。まだ？じゃあ帰ろう。また朝遊ぼうね。さあ行きましょう。ねえ、坊ちゃんはお父様嫌い？嫌いじゃないけど好きじゃないな。どうしてなんでしょうね。そんなことしてなくてもいいよ。でも奈美は不思議でしょうがないんですもの。つまりね。まあお父さん僕にだけとても安そうな顔するからさ。だってお父様ですもの。ちっ、おべっか言ったらあんなのつけないらふねえよ。まあ夕飯の時ご覧よ、誰飲むとすぐ変な声出して歌うだろう。ええ、あれがバカの一つ覚えって言うんだよ。まあそんなことしちゃってる。だって母さんがそう言ったよ。だからバカだろ。まあ坊ちゃん、バカなら偉くねえじゃねえか。どんなもんで。マチコや。はい。ちょいと来てごらん。いや、なんですね、お父さんに何が恥ずかしいんですよ。ママ小僧、帰ってきたな。あ、おかえりなさい。あいつはこの頃わしの顔を見るとこそこそとどこかへ隠れるようだな。そうでしょうか。そうでしょうかって今だってそうじゃないか。やっぱりなんでしょう、お父さんってどこかこう煙ったところがあるのかもしれませんね。ねえや、嘘言ったな。え、お父さんちゃんと帰ってるじゃないか。あら、そうですか。じゃあきっと僕を迎えに行ってる間にお帰りになったんですわ。ちっ、僕ここでご飯食べるよ。そうですか。うん、寛一はいくつだったな。九つですわ。九つ？去年九つじゃなかったかい？いいえ、八つ。そうか、すると、うん、やっぱり九つだな。どうもあいつは育ちが遅いようだな。まあそんな気がなさるんですよ。しかしわしとは年がざっと50も違うんだからな。考えてみるとあいつは全く余計だったな。まあまた愚痴が出ましたね。だってお前女の子3人でもうたくさんだよ。またあなた。いや本当だよ、あいつは生まれたのは全く失敗だったよ。あなた、それがいけないんですわ。カイチはあなたがそうおっしゃるのをいつか聞いてしまったらしいんですのよ。そうかい。で、何とか言ってたかい。子供ですもの、何とも言いやしませんけど、そりゃいい気持ちしないでしょうね。こっちゃんはこの頃、どうしてお父様と一緒に召し上がりませんの。だって同じ運動前とご飯食べて悪いもの。大人みたい。お父様そんなことおっしゃったの。ええ、僕が言わないとちょっと聞いたんだよ。まあだけど大人って変だね。お酒なんて初めからまずいじゃないか。まあまたこんなとこで、あっち行ってお上がんなさい。いいんだよ、僕が好きなんだよ。 あのね、お父さんがごちそうあげますって。じゃあこっち持ってきて。必要のない子だね。じゃあナミヤ、取りに来とくれ。はい。みんな下げとくれ。はい。これ返しにね。はい。それから今晩安倍さんが豪雨地にいらっしゃるそうだからね、客間のしばっちお塩取っといとくれ。はい。やったんちん。これこれでは知る。
けておしまいよ、はい、大阪の山で、そうなんでしょうね。まあ、あさってじゃありませんか。白浜温泉やることになりました。結構です。また。何分よろしくお願いいたします。ゆっくり行ってらっしゃいね。さあ、ね、どうぞ。私ももう一度新婚旅行がしてみたいです。いや、福島君、おめでとう。よくやったね。いや、お察しするよ。いや、どうも。わしなんか、一人の娘、嫁にやるのでさえ、痩せる思いでした。それが、君は、三人もだから大変だよ。いや、しかし、ずいぶんかかったろうな。いや。とにかく、君は偉いよ。聞けば、持っていた家作も、みんな売っちまったって言うんじゃない。あなた。いや、すべては親心だ。まあ、何を言ってらっしゃるのよ、あなたは。うん、いいよ。なあ、君、元気を出してやれよ。お、どうだい。わしと、もう一杯やろうか。森さん、森さん。今日はおめでたいんだから。お酒を飲む。この通りなんと我慢しよう。いやー、福島県バレー。
っと返しちゃった。おい、今日はさすがに疲れたな。あとお脱ぎになったら。うん。ナミヤ。はい。お紅茶でも入れましょうかね。うん。それよりこの間の葡萄酒がまだあったはずだろ。ええ。あれもらおうか。よいしょ。さ。いや、どうも。ありがとう、ありがとう。これでやっと森が降りたよ。娘を三人片付けるということは容易なことじゃなかったな。本当ですわ。あんまり見苦しい支度もさせてやられませんものね。まず、こんなもんだろ。立派ですわ。とにかくほっとしたよ。これもったいないからどうにか。なんですか、うちの中が急にしっとりしたようですね。脱会しちゃった。ナミヤ。はい。お前も疲れたろ。もうお休み。はい。ねえ、あなたもお疲れ休めに二三日温泉でもいらしたら。ここであなたにもしものことがあると困りますわ。お前も行くか。私はどちらでも行ったらいいじゃないか。ええ、でも会一がおりますから。そうだったな。まだあいつがいたっけ。わしもよそう。あなたお一人いらしたら。いや、それどころじゃないよ。まだあいつが残っていたんだ。娘を三人片付けてほっとしたと思ったら。厄介だぞ。女と違って男の子は。それにあの顔じゃ嫁をもらうんだってまた大変だ。何も今晩そんなこと。いや、今夜だから余計考えるんだ。のお先に。あら、まだ起きてたのかい。おい、早くお休み。眠かったらお前先に寝るがいい。これからあいつを中学から大学までやるにゃ20年。学士だけでも生優しい金じゃない。でもそりゃ親として。いくら親だったって俺は今年いくつだと思う。お前だってもういい年だぞ。はい、だったよ。おそがけにとんでもねえ奴が生まれたもんだ。
うん、そうだ。あいつはいっそのこと学校へなんかやらんで、早く小銭でも出した方がいいかもしれん。そんなあなたはかわいそうな。何がかわいそうだ。うん、これからの世の中はもっと難しくなるんだ。学校出たからって安心はできんよ。ですけど、やっぱり学校だけは一人前に。いや、早く実社会掘り出した方がいいと思うな。あの子を可愛いとお思いになりませんの？うん？可愛い？そんなお前悠長な話じゃないよ。でもこんなに末に生まれた子ですもの、いわば孫のように可愛いはずじゃございませんか。バカなことを言うな。孫というものは育て上げる若い親がついているから何の屈託もなく可愛いんだ。わしたちのような年配で孫のような子供を育て上げるんじゃ可愛いどころの詐欺じゃないよ。そんなことをおっしゃったってご自分の子ですもの。娘三人片付けるんで、二件あった家宅も手放した今日だぞ。それはよく存じております。分かってるなら何もわしに逆らうことはないじゃないか。考えてみ、え、女はもともと売り物だ。相当の支度をしていいところへ縁付ければ、それでまあ資本を下ろしたようなものだ。ところが男の子はそうはいかんぞ。だからいっそ小銭でも出そうかと言ったまでだ。わかりました。あなたは勘違いがやっぱり可愛くないんですわ。誰が可愛くないって言った？いや、あなたは何のかんのおっしゃった。心底やっぱりあの子は可愛くないんですわ。わからないやつだな。どうせ私はわからない女です。それでも子供の愛だけは知っております。何？あなたは出来損ないだとか失敗だとかおっしゃって、いつもあの子だけは邪魔に扱ってますって。それじゃあんまりかわいそうですわ。あの子があんまりかわいそうです。それにさっきのおっしゃり方なんか親として言うべき言葉じゃないと思いますわ。何が？何が親としてだ？そうじゃございませんか。女の子だから資本を下ろすの、男の子は損だのって。それはお前の聞き方が悪いんだ。いいや、あなたのおっしゃり方が。うるさい。いい加減にしろ。いいえ。黙れ。そんなに言うなら貴様、どんな風にでも可愛がりたいで可愛がれ。俺はもう何も知らん。勝手にしろ。そんなあなた無責任な話ってありませんわ。な、何？無責任？バカ。無責任ですわ。仮にも人の親として。おい、夫に向かってなんていうこと言う。わしをバーンしとる。おい、貴様のような奴にもう用はない。出て行け。まあ、出て行けですって。二度と言う必要はない。よろしゅうございます。出て行けとおっしゃるなら出てまいります。
そんなにあの子がお嫌なら、私はあの子を連れて別居いたします。それがあの子のためには一番幸せなのかもしれません。何？これまでのように。これまでのようではあの子があんまりかわいそうです。あ、おはよう。あ、こんにちは。お父さんは？あ、おりますよ。あ、そう。お父さん、福島さんが見えましたよ。お、それはそれは。さあ、どうぞ。じゃあ、お庭の方から。あ、どうぞ。今ちょっとだ。植木を引っ張りましたよ。おい、お金や。おや、まあ、大層お早く。おはよう。おはようございます。杉津はまたどうも。ご丁寧にお礼など頂戴いたしまして。いいえ、ほんの形ばかりでございまして。あの、今日はこれから会社の本位ですか？ああ、実は。ちょっとあなたに申し上げておきたいと思いまして。何しろ女子道でございますから。何かもう起こりましたか？いいえ、実はそのちょっと。では上のお嬢さん。いや、じゃあ栗田さん。それがね、実はお恥ずかしいんですけど、うちなんで。私のところなんですよ。え？家内と別居することにしましたよ。そりゃまたどうも。一体どうしてまたそんなこと。実は一番末のやつを可愛がる可愛がらないで、とうとうあなた衝突いたしましたな。あの、かいった。はあ、どうもあの出来損ないには弱りましたよ。あなた、そんな。とんでもない。かいったが出来損ないなら、うちのあれなんか。いや、お宅のはそんなことありませんよ。第一愛嬌があって、あんた。で、いつから？もう別居をしましたんで。驚きましたね。で、奥さんはどちらに？多分栗田の家だろうと思うんですけど。あの、お母さん少しは落ち着いたかい？ええ。ねえ、これがお前のお母さんだからいいが、僕のおふくろだったらお前はさぞ膨れるだろうな。まあ、そんな嫌なこと言わないでよ。母さんも手頃なうちが見つかるまでほんの少しの間って言ってるんですから。まあそんなに気兼ねしなくたっていいけど。でも母さん一人じゃないんですね。しかしあのカンちゃんっていう子はいいとこあるぜ。僕はさぞいじけてるだろうと思ったが、そんなところはちっともなくって面白い子じゃないか。そうかしら。しかしね、僕たちとしてもこのままにしておくわけにはいかないから、早速小宮山の兄さんとも相談して一度お父さんに。そうね。ねえ母さん。え？僕のことかわいそうだって、かわいそうだって。どうかわいそうなの？わからないのかね、お前は。だってここじゃ学校へ行くにもさ、とても遠いし、友達だっていないもの。ずっとかわいそうじゃないか。ねえ、お父さん、僕がうちにいちゃいけないって言うの？そうはおっしゃらないけど。じゃあうちにいたっていいじゃないか。僕、うちの方がいいよ。まあ、何にもわからないんだね。お前は本当にかわいそうだよ。大人の言うことってわからないな。どうだ、おじちゃんがいましたよ。おじちゃんぱ。
可愛いおじちゃんですこと。僕おじちゃんじゃないよ。坊やだよ。ねえ。だっておじちゃんですもの。ねえ。おじちゃん。ぽー坊やおじさんじゃないか。どうやったか。おー、どうやったか。おー、よしよしよし。小僧さん2名、年齢は14、5歳、積み込みで3円から5円、詳しくは中央職業紹介所宛てご紹介願います。なお本人の希望により夜間通学の便があります。もう一度申し上げます。日本橋のある海苔問屋さんの小僧さん2名、年齢は14、5歳、積み込みで3円。ナミヤ、時間が狂ってるよ。ナミヤ。はい。帽子と街灯取ってくれ。はい。お出かけでございますか？ああ。これお前のおかずにしていいよ。あんたも一杯やらんかね。ええ、意識でしょ。ああ。はるちゃん。いらっしゃい。ウイスキーも。ええ、あなたもいただくでしょ。ええ。フルーツもね。ええ、いいでしょ。ああ。
こんばんは。いや、こんばんは。諸君、お揃いだね。さあ、どうだね。こっち来んかね。そうか、少し狭いな。そうね、少し狭い。はるちゃん、どっか空いてないかしら。あ、あそこが空いたわ。空いた？え、そうか。さあ、諸君、こっち来たわ。お、君、これを運んでくれたまえよ。それからタバコ入れ忘れないでな。さあさあ。さあ、かけたまえ。エンデランプ。え、課長が今とこに来られるなんて、なんだか不思議な気がするね。うん、僕だって君、そうバカにしたもんじゃないよ。そうですか。負けたな。ねえ君、こういうところはね、僕たちより課長さんぐらいのご年配の方が一番モテるんだよ。ねえ君、そうだろ。そうね。いらっしゃい。うん。君たち何か飲むんだろ。え、エンデランプいたまえ。ええ、僕ジンフィズだ。僕エッグブランデー。こいつそんなもん飲んでいいのかい。こちらは。うん、僕はこれで結構。なんだね、君たちは会社にいる時とは違ってまるで別人のように愉快そうだね。いや、課長さんだって会社におられる時とはまるで違いますよ。なあ、そうですとも。そうかね。ダメダメ、もうダメよ。ん？買ったのよ、いいのよ。おじさん、買ってください。買ってください。ダメよ、行かなくて。そら。おじさん、買ってください。やめよ。また貼る。おい、坊や、坊や。吉江さん、あたり吉江さん。お待ちどうさま。皆さんいただかな。え、ごちそうさま。さあ、やりたまえ。時にどっか君たちの知ってるところでもっと面白いところはないかね。そうですね、ないこともないんですが。向こうじゃないか。本当ですか。本当だよ。君たちそれを飲んだら出かけよう。あら、もう帰り。お会計。あ、それから帽子とガイド。おい、相当なもんだな。そんなのないな。ここまで連れてきていて、それはあんまり残酷ですよ。いや、とにかくわしは帰る。まだお早いんですのよ。もう少しいいじゃありませんか。おい、お前があんまりお父さんお父さんって言うからいけないんだよ。あら、ごめんなさいね。もう言いませんからね。
さんは寛一さんを嫌いだとおっしゃるご主人のお言葉をそのままお受けになっていらっしゃるんだと思いますが、でも日頃の主人の態度から言ってもそうなんでございますね。いやいや、そう申しちゃなんですが、奥さんもこれはご主人の気持ちになって一つ考えてみていただきたいんですが、まあつまりなんですね、あんまり後にできたお子さんだけにやはり将来のことが心配なんですな。心配なのはそりゃもう私だって。いや、そりゃそうでしょう。そこですよ、ヨボヨボのおじいさんになってやっと可愛い子供が一人前になるかどうかってんじゃ全くやりきれないとご主人おっしゃるんですよ。その気持ちはわかるな。つまり中産階級の悩みさ。いや、しかしどうにもならないことですからな、それがどうでもいいと諦めたり平気でいられればいいんですが、そこが人間の弱点ですね。そうですよ。ええ、イライラしてついには心にもなく、ええ、可愛くなんかないなんていうことになるんでしょうね。そこを奥さんが組んであげてうまく走らって来たわけじゃ。そうだわ母さん、寛一を人参にしちゃダメよ。その人参っていうのは可愛い息子をひがましちゃいけないっていうことなんですよ。そうですよ、まあ奥さんもこのところは覚えていただかないと。かえって寛ちゃんを可愛がらないのと同じ結果になるわよ。そうですと。カンちゃんの将来についてはまあ僕たちもいることですから。そうよ母さん、よくわかりました。カン一もほどなく学校から帰ってまいりますから、あの子の気持ちも聞いてみまして。うちの声のようだったな。ええ、まだ酒は残ってるかな。いいえ、確かに坊ちゃんでしたわ。そうだな。まあ坊ちゃん、坊ちゃん間違えちゃったんだよ。旦那様、やっぱり坊ちゃんでございましたわ。お父さん会社やないの。ええ、ちょっとご気分が悪くて。え、お父さん病気？あ、か、寛一。寛一、おい。こんにちは。何か用があったのかい？ん？そうか。うん、よく来たな。うん？冷たい手をしてるな。まあこっちへお入り。ええ、さあおいで。あ、ナミヤ、はい、寛一は何が好きだったっけな。あの駅前のどら焼き。ああそうかそうか、どら焼きか。お前一つ急いで買ってきてやってくれ。はい、さあこれはわしがおうと。さあお入り。僕も一緒に行こうかしら。あ、寒いからお前はこっちを入り、ね、さどうしたんでしょうね。まさか間違いもあるまいと思うんだけど。そうね、こっからじゃあの学校へは少し遠すぎるな。お母さん、私学校行って見てくるわ。ああそうしておくれ、お願いだから。栗田さん、ええ、はい、栗田さん、お電話でございますよ。どうもすみません。ねえ、早く行っといてよ。え、あ、もしもし、栗田でございますが、どちら様でしょうか。僕
だよ。まあ、カンちゃん、あんた今どこにいるの？うちじゃみんな心配してんのよ。ふん？ふん？ええ。あ、そう。じゃあいいわ、さよなら。おお、なんだなんだ、誰からだ？カンちゃんからなの。え？カンチから？どうしたっていうの？カンちゃん、お父さんの家にいるんですって。まあ、今晩泊まるから心配しないでくれって。カンちゃんらしいな、いいとこあるよ。ヘロクさん、これは海でもお帰りに。そうだ、その方がいいわ。あ、ナミヤ。はい。今夜もう一本つけてもらおうかな。は。さあ、坊や。ねえ、ここで食べてお酒まずくない？誰がそんなこと言った？坊や、坊やはやっぱりうちの方がいいかい？そりゃそうさ。母さんなんて言ってた？母さんはね、僕のことただかわいそうだかわいそうだって。母さんはね、かわいいということとかわいそうだということを混ぜこぜにしてるんだよ。そうすると僕やっぱりかわいそうなの？一番かわいそうなのはお父さんかもしれないな。母さん早く帰ってくれよな。それは坊やここにいるんだもの。母さんに力帰るよ。母さん送ってきてくれるのはいいけど、風邪ひかないようにしておくれ。ええ。あ、今日はマチ子たちが新婚旅行から帰ってくる日だったわね。ああ、そうだ。あ、そうでしたな。母さん、よかったわね。運転手さん、ちょっと急いでちょうだ。はい。